レナの部屋。これもいいな。あ、これも可愛い。ねえ、こいち、どっちが似合うかな。夏希はどっちも似合うかな。でも強いて言えば。だよね。じゃあこれ両方買って。あ、ここ終わったら次はそこの雑貨屋さんも行くから。俺の名前は小一。彼女の夏希とショッピングに来ているのだが、まあほとんどは夏希の買い物で、俺は荷物担当だ。大変な時もあるけど、大好きな夏希といられるならそれで幸せだ。夏希とは同じ大学に通っていたが、もともと陰キャな俺と夏希は全く接点がなかった。きっかけはたまたま同じ講義に出席しグループ活動をしている時だった。じゃあ私これやるけど、こっちの係は誰がやる？あんた何かやりたいのないの？俺はこれがいいな。よし、じゃあそれで決まりね。あんたは？俺はじゃあこれにするよ。オッケー、どんどん決めてこう。俺みたいな陰キャ男なんて気持ち悪がられて話しかけられることもないのに、夏希は他の男子学生にも女子生徒にも差別することなく誰にでも平等に接していた。そんな彼女の素敵な一面に心惹かれ、俺みたいな陰キャ男がと思ったけど、ダメ元で告白することにした。好きです、付き合ってください。いいよ。なんと見事付き合うことができた。夏希と一緒にいると前向きな気持ちになれるし、自己肯定感の高さを見習ったりと、ぎこちないながらもちゃんとカップルとしてやっていけてると思っていた。しかし日に日にひどくなる俺の扱いに頭を悩ませていた。こいち、今週予定が詰まってて、今週の課題代わりにやっておいてくれない？この前の課題も俺がやったけど。こいちと違って忙しいんだから仕方ないでしょ。じゃあよろしく。またある時は。急に連絡来たからびっくりしたよ。どうかしたの？お、来た来た。見てこれ、ちょっと買い物するつもりが買いすぎちゃって。重いから家まで運んでおいて。それだけで呼んだの？それだけって、彼女が困ってるってのにそんな言い方ひどくない？最低。ごめん、そういうつもりじゃ。じゃあ罰としてなんかプレゼントしてよ。そしたら許してあげる。また？先週も買ったけど。はあ、許してほしいんじゃないの。それに彼女の可愛いわがままくらい聞くのが彼氏の務めだろ。断るごとに何かと俺に買わせようとしたり足に使ったりと、だんだん横暴になり、感謝の言葉すら言わなくなった。俺は便利な道具として利用しているだけなのではないか、そんな疑問を持つことさえあった。この日のためにバイトしまくってお金貯めて、やっとプレゼント買えたよ。夏希喜んでくれるかな。今日は夏希と付き合って1年の記念日。夏希が前から欲しがっていた高級アクセサリーをプレゼントしようと前々から計画していた。そこにちょうど夏希から電話がかかってきた。こいち、今から〇〇まで来てちょうだい。うん、わかったよ。よかった、夏希ちゃんと記念日のことを覚えててくれたんだ。記念日は事前に予定を立てようと思っていたが、他に予定があると言われてしまい、もしかしたら記念日のことを忘れているんじゃないかと不安だった。夏希、プレゼント驚くかな。しかし夏希が記念日を覚えていてくれたことに安堵し、単純にも舞い上がる気持ちを隠せないまま、夏希へのプレゼントを持って家を飛び出した。夏希の指定された場所で待っていたのは夏希だけではなかった。それマジで言ってるの？りょうた、面白すぎ。マジだって。ほら、これ見てみろよ。夏希？ああ、やっと来た。もう遅すぎ。これはどういうこと？はあ？これ見てわかんないの？彼は新しい彼氏。もうあんたは用済みってことよ。新しい彼氏、用済みって？だってそうでしょ。こいつは優しいのは取り柄だけど、彼女のわがままも聞けない陰キャメガネなんて付き合う価値ないっしょ。そんな。それに亮太の方が何倍もかっこいいし、センスもいいし、話も面白い。一緒に買い物しても楽しいし、ただの荷物持ちのあんたとは大違いなのよ。俺とは別れるってことか。俺がいたのに夏希は他の男と平気で遊びに行ってたのか。俺はやっぱりただの都合のいい道具だったってことか。記念日を二人で祝えると思ってきた俺には重すぎる話だった。まあそこそこ見ついてもらったし、もう潮時っしょ。じゃあね、こいち。わかったよ。
あれ以上あの場にいることに耐えられず逃げるように店を出てしまった。くそ、こんなもの。あんなにひどい扱いを受けていても、それでも俺は夏希のことが好きだった。いつか優しい夏希に戻ってくれると思っていた。裏切られた悲しみか、それとも怒りからなのか、涙を流しながら歩いていた。ゴイチ、どうしたの？イブ。あてもなくフラフラと歩いていると、幼馴染のイブに出会った。イブとは唯一普通に話せる女友達で、夏希が彼女になった時もいろいろと相談をしてアドバイスをもらったりしていた。泣いてるじゃない、どこかで話聞くよ。応援してくれたイブには報告をしないとと思い、さっきまでのことの全てを話した。というわけなんだ。情けないよな。ひどい、ひどすぎる。こいつは何も悪くないのに、こいつの気持ちを何だと思ってるの。イブ、泣かないで。こいつ、こいつの涙がもったいないよ。私ならこいつにそんな思いさせないのに。私ならこいつを大切にするよ。私昔からこいつのことが好きだったの。でもなかなか恥ずかしくて言えなくて、今しか言えないと思ったの。こいつ、私と付き合って幸せになろう。イブ、暗い気持ちのままどうしたらいいかわからなかったこの思いをイブは優しく包み込んでくれるようだった。まさかイブが昔から俺のことを好きだったなんて驚いたし、告白されるとも思っていなかった。失恋したばかりで困惑していたが、イブの優しさに甘えることにして、晴れて俺とイブは恋人同士になった。それから1ヶ月後、俺とイブの関係はとても良好で、今までで一番幸せな時間を過ごせていた。今日はイブがお菓子を作ってくれるって言うから楽しみだな。ちょっと早いけど、もう行ってもいいかな。知らない番号だな。誰だろう。はい、もしもし。こいち、久しぶり。ちょっと会って話したいんだけど、今いい？夏希？俺は話すことなんてないよ。じゃあな。夏希のせいで気分が最悪だ。イブに会いたいから、ちょっと早いけどもう行くかな。ヤッホー、こいち。どうしてここに？なんでって、話があるって言ったじゃん。そんなの聞きたくない。早く出て行ってくれ。せっかくこいちとよりを戻してあげようと思ったのにな。は？あのりょうたって男ほんと最低だったんだよ。私遊ばれちゃってたみたいで、やっぱりこいちの方が一緒にいて居心地がいいなって気づいたの。ほら、こいちがあの時捨てたプレゼント、これ私のために買ってくれたんだよね。こいちのこういうところ好きだな。帰ってくれ。もう夏希とやり直すつもりはない。私と付き合いたくないの？嘘でしょ。待って、ダメよ、そんなのダメ。私にはこいちが必要なの。ねえ、お願い、もう一度やり直そうよ。もう彼女がいるんだ、だから付き合えない。それに夏希は俺にどれだけひどいことをしたか分かってるのか。そういう人間性に失望したんだよ。そう、そういうこと。もう彼女がね。さすが私の小一、優しいから誰にでも好かれちゃうのね。でもダメ、小一のことを一番愛してるのは私なんだから。小一は私のもの、だから小一の愛も私のものなの。小一の指も唇も目も髪の一本だって全て愛してあげるわ。俺はイブが好きなんだ。イブも俺のことを大切にしてくれてる。夏希とは違うんだ。嘘、そんなの嘘に決まってる。こいちは遊ばれてるんだよ。優しすぎるから誰にでもつけいられちゃう。こいちのことは私がよーく知ってるから。だからこいちのことは私が幸せにしてあげる。やめてくれ。そうだ、いいこと思いついちゃった。もし子供ができたら私たち一緒になれるよね。ちょ、夏希、どいてくれ。いやだよ、だってこれから光一といいことするんだもん。大丈夫、優しくしてあげるから。くそ、誰か。あれ、イブって書いてある。
今カノから電話だよ、コウイチ。どうする？今カノさんに元カノ兼未来の彼女として挨拶した方がいいかな。今までお疲れ様でした、もう用済みですよって。イブに余計なことしたらただじゃ済まないぞ。こわ、それじゃ邪魔だから切っておくね。さあ二人っきりになったし始めよっか。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。